母神橋にある河川名標母神橋より上流方、吉堀橋より下流方、川口付近木古内川は、北海道上磯郡木古内町を流れる二級河川、木古内川水系の本流である。上磯郡木古内町大川は、とんがり岳から焼山にかけての分水嶺に源を、橋南投流する。源流部より、全区間にわたって、北海道道五号江差し木古内線が並行する。 複数の支流を合わせて徐々に河川幅を広げて行き、ウりがやつに入ると丸山のすぐ南を進む。河川は森林に囲まれた中を流れて行くが、ウりがやつ川を合わせ元ウりがやつ橋を越えると周囲が明け、両岸に築堤が現れる。河川幅が広いため流量の少ない下記には土手が広く露出する。母神橋を越えると北から二級河川の中野川を合わせる。 中野川は支流であるが、木古内川本流よりも流路が長い。木古内市街地に入ると間もなく、津軽海峡へ注ぐ。流域は、木古内町内完結であり、河川規模の割に水源との高低差が小さく流れは、緩やかである。峠沢川合流地点より、下流1 1 9トルが二級河川に指定されている。愛の語に由来し、緩慢の差が激しく、 満潮時に潮が川を逆流することから名付けられたリリオ内からとされる。別説として沢の辺りが自然に高く上がっていたことから名付けられたリコ内からとするものもある。木古内川は1979年、1984年、1986年にそれぞれ洪水により浸水被害をもたらしており、同年に木古内町より治水対策の要望がなされた。 そのため堤防新設や稼働屈作を内容とする河川改修が川口から5 6トルの区間について1993年に開始されている。当初は2011年度の事業完了予定だったが、河川内での事業が本格化すると水質汚濁が見られるようになり、漁業組合との協議の結果酒の訴上時期の間は工事に制約を課すこととなったため、2007年に 事業期間が5年延長された。その後、屈作残土の運搬コスト等を理由として2012年、事業費増額の上事業期間がさらに10年延長され、現在は2026年度の完了予定で進められている。利水施設は本流にはないが、支流の中野川、売ヶ谷津川、とんがり沢にそれぞれ砂防ダムが整備されている。百六十三年竣工の売ヶ谷津砂防ダムの ダムコは、景観の良さから、地域の観光資源の一つとなっている。上流より記載アイヌゴラテンホンジ、リアオーネイハット AB、アイヌゴチメリスト、オ西部北 P 三 P31 から 40P、アイヌゴチメリスト、北海道環境生活部アイヌ政策推進室、2017年10月19日閲覧、アイヌゴラテンホンジ、ネイ平成24年度公共事業、 再評価調書管理施設計画ありがとうございます。